ぎた急ぎ足で朝の駅へ見知らぬ街に向かう旅今ベルが告げるさよならこの街に着いた時には誰もが優しかったでも今は見送る人がないプラットホーム僕は負けてしまったのか戦いもせず負けたのかそんなことはどうでもいい今ベルが告げるさよならこの街に着いた時には誰もが優しかったでも今は見送る人がないプラットホーム西へ向かう人の群れはみんな疲れ果てているわずかな金家を追われ誰が望んだことだろう街は今もそこにあってタバコ屋や床屋があってただ人が見えなくなって静かに朽ち果ててゆくのさこの街に着いた時には誰も